Yo! What's going on, 日本ビッグやで。一番と限定されるなかなか難しいんやけど、でもなんやかんや言ってね、いろいろ考えた上で上半期といえば何でいっぱいいっぱいになってるかというと、他にもないこちらになります。イエーイ、子供の成長を見ることです。うわ、君初登場からと比べて全然顔が違いますね。坊主になってるしな。まさかやっぱリスペクトよ。慣れしたね、座れるようになったり、寝返りすることになったり、食べられるようになって、くるくる回れるようになったり、ね、そういうのができるようになると、なんか見るとね、嬉しくなっちゃうんですよね。娘の成長を見ることで親も成長してしまうっていうこともありまして、パパになってからね、まだ1年目やねんけど、いろいろ学ぶことがありまして、今まで見えへんかった世界が見えるようになって、そういう意味では嬉しいです。今まで使ってたおむつはね、テープタイプのおむつやねんけど、それね、パンツタイプに変わってて、その付け方が変わったりするんやな。またお風呂入れる時もね、全然違うね。前とね、首が座ってへん時の君のお風呂の入り方ね、全然違うね。今は座れるようになって、もうちょっとこうやってもええんちゃうみたいな入れ方ができるようになった上では、そういう面ではまあ嬉しいですね。これがタグゲームということで、次に回す人を示せなあかんということなんですけど、まずゴミの日本って1人目はこれです。この人なんですよね。リクエスト上で、私を示してくださいということで、この人を示したいと思います。2人目はこの人なんですよね。佐野外人さんです。おはようございます。毎朝動画アップしてて仕事行くんやけど、俺も毎朝その人の動画を見て仕事に行くっていう感じですね。まあ外人つながりということで示したいと思います。3人目はこの人になります。坂本力さんですね。現在メインチャンネル動画の活動中止中やねんけど、でもまあこれきっかけに復活してもええんちゃうかな。4人目 G2TV さん、関西メスナガリということでよろしくお願いします。まあ最後の最後になりましたけど、このタグを回してくれた人、アスさんですね。回してくれてありがとうございます。お菓子またはスナックをレビューする YouTuber やねんけど、まあメインとしてはどっちかというとコンビニの商品が多くて、俺は全然最近コンビニに行かれへんくて、まあ彼女の動画としてね、コンビニの最新情報を手に入れることができました。毎日見てるで。ただ1個で疑問と思うことがありまして、いつも行ってるコンビニ屋さんの店員さんとなんかどういうリアクションになってるのかいつも気になってるんやな。それをもし差しがなければ一言残してください。以上、リットマリッサやったでー。